はい、こんにちは。時刻は午後の1時半、終わったところです。次の駅は IGR 岩手銀河鉄道の岩手川口駅に来てるんですけども、列車だいぶ先に行きましたね。で、逆のホームに来てるので、それでは早速ですね、駅のね、周りをね、散策していこうと思います。こちらはね、確かに北上 YT さんのおすすめかな、リクエストかおすすめだったと思うんですけれどもね。それではね、早速ね、駅のね、こう中をね、散策していきたいと思います。向こうがあれですね。どっちだ？あ、高麗か。どっか駅表示あるといいんですけど、ありましたね。こっちは岩手沼区内方面なので、岩手沼区内や八戸方面ですね。こっち高麗なので、こっちが盛岡方面、高麗から、東北本線、盛岡方面ですね。さあね、早速ね、こう駅、こう、なんかね、散策していきたいと思います。割とね、のどかな駅で、利用者結構いるようですね。僕の他におばちゃんと女子高生、女子中学生かな、が一人降りていきましたので、僕を含めて3人でした。岩手川口っていう、左岩手沼区内、右高麗ですね。おばちゃんあっち行きましたけども。さあ、早速ですね、それでは、駅の中に入っていきたいと思います。ここからね、こう盛岡方面のワンマン列車に乗るということで、向こうが八戸方面ということですね。で、ここが、駅舎の中なんで、改札口なので、川口はよぐおいでになったなって書いてますけどね。それでは入っていきたいと思います。涼しいね。岩手県、岩手郡、岩手町ということで、改札口は閉まってますね。もう無人。大人12歳以上、小学生半額ですね。幼児入場無料ということで。ここですね。新型コロナウイルス発生に伴う切符の取り扱いについてということで。なるほど。2020年4月7日から5月25日まで有効の切符を払い戻ししますということで、それ新型コロナウイルスということで、今1時38分くらいですか。で、駅の待合室、駅寝しようと思えば、できる感じですね。あれは一体、定期券ここには早めにということで、指名手配犯とか、なんか大名行列とかをやっているようですね。で、ここが切符売り場ですが、人がいません。あ、営業時間がね、朝しかやってないんですね。7時から12時半までということで。あとありましたね。この BGM はこれは何なんでしょうか。で、運賃表ですね。これ岩手川口にいますね。高麗まで300円、盛岡まで800円。1590円、二戸1230円。遠いっすね。遠いっていうか、ぼったくりじゃね。で、山田線とか、青い森鉄道とか JR 八戸線とかも一応乗り継ぎ運賃表ということで載ってます。さっきね、1時34分の列車、岩手沼区内行きで来まして、岩手沼区前までしか行きません。八戸行かないんですね。次13時52分の盛岡行きだとすぐに帰れますね。で、これなんかバーのなんかよくわかんないんですけど、この くるぐるぐる回って、これ冷房なのか、よくあるじゃないですか、カフェとかバーとか、あれの換気扇がね、回ってますね。で、そこ行くとね、外に出られますんで、あと時刻表ですね。で、2階にね、展示スペースがあるみたいなので、それちょっとね、2階にちょっと登ってみたいと思います。2階の展示場に来ました。国井恵子、未来への旅立ちということで、八幡平市、国井恵子と岩手町、なんですかね、国井恵子大正2年、松尾村現八幡平市に生まれ、生後10ヶ月から小学校時代を岩手町川口で過ごしました。そして憧れの宝塚へ、家出同然に向かった15歳の春から強い意志を貫き通し、人の何倍も努力し、波乱万丈のあまりにもドラマティックな短くも濃厚な人生をひたすら全力で駆け抜けたと言えましょうということで、国井恵子さんの銅像もあるようですけど、これが、オペレットレビュー、アルルの女、昭和9年ですか。もう戦前ですね。もう第一次世界大戦より前、星組ですね。星組の方だったようですけど。へえ、大正2年生まれですからね。
そんな昭和9年とかそこから宝塚、あれ何雪組って書いてあるけど、今度あれおかしいな。よく僕ちょっと宝塚よく詳しくないんですけどね。空組とか花組とか星組とかありましたっけ。その一景、あ、この BGM はその BGM なんでしょうかね。なんかこういう感じで展示室ってこう国井恵子さんの展示室があるよ。この流れてる BGM も多分そういう宝塚系のものなんだと思います。で、それではね、ちょっと駅の外に出てみたいと思います。はい、じゃあそっか、ここから来たのでね、早速駅の外に出てみたいと思うんですけども、ここにはね、自動販売機もあるので、まあ、両方出られますが、とりあえずこっち側から出てみたいと思います。ポストもあって、なぜかカラオケ停車場というものもありますね。で、駅の周りがまあこういう民家があって、まあそこに公衆トイレがある感じですね。まあ水洗の、まあ割と綺麗なトイレでしたね。まあこんな感じで。で、ここ何かっていうとね、北亀 YT さんのリクエストと言いますか、おすすめ駅なんですけど、鉄道50年祝典記念って、なんかこういうなんか石碑も立ってますけど、これは一体何の石碑なんでしょうか。鉄道50年祝典記念って書いてますね。まあよくわかんないですけど、あとでちょっと調べたいと思います。鉄道50年祝典記念、仙台鉄道局長前原武次郎所、なるほどって書いてますね。で、駅の周りまあこういう風になって、じゃあなんでここに来たかというと、北上 YT さんでとるこれ岩手川口駅は、これがなんかキャベツをモチーフにしたこういう駅らしいんですよね。ああ、なるほど、これキャベツ駅なんだっていう話なんですけど、キャベ、失礼ですけどね、ちょっとキャベツには見えなくて、僕一瞬これ手榴弾かなと思ったんですけど、なんか手榴弾っぽいような感じしますね。で、川口秋祭りっていうのがあるらしいんですけど、で、IGR とか出ますけど、これキャベツなんですかね、本当に。なんか、キャベツだともうちょっと緑っぽく塗った方がいいと思う。そんな爆弾みたいな、手榴弾みたいな感じが僕の感想ですね。なんかちょっと申し訳ないんですけど、お前はそんな感想しかないのかって言われる感じですけどね。あ、でもなかなかいいんじゃないですか、特徴的でね。以上ね、岩手川口駅でした。では今ね、13時51分なので、次は13時52分の盛岡駅に乗って帰ろうと思いますので、そろそろ電車が来ると思いますのでホームに行きましょう。私以外にね、乗車する方はいないようです。今ちょうど今列車が来ました。盛岡方面のワンマン列車です。列車としては、こちらが IGR7000 って書いてありますね。車両としてはそういう車両でしょうか。私以外に乗降客は、乗車するお客さんはいないようです。降りる人もいないようですね。じゃあこの辺で失礼させていただきます。